15人とアンケートをいただいてですね。で、子供が、年中か小学1年生になるときに、きつ音が増えましたかっていうと、8割は変わらないっていうのがあって、2割増えたね。いうふうなことまして、きつ音自体はそこまで増えないと、私は思っています。年長から1年生に上がるときに、からかいが増えましたかっていうと、その値はちょっと増えてまして、その増えたっていうのも、差余りっていうのがありますんで、からかいへの対応が必要かなって思っています。アンケートね、しましょう。はい。陸ママさん、1回目、小1男子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。きつ音を隠すことはない。恥ずかしいものではないし、周りのお友達はちゃんときつ音について説明すれば、大人よりすんなり受け入れてくれる。子供のからかいは不理解から、ありのままの子供を受け入れてあげようと伝えたいです。小学校入学対策で何かしましたか？先生に子供の吃音の出る状況や接し方について手紙を書き、吃音のパンフレットとともに渡しました。また、お友達からのからかいが増えたため、学活の時間に吃音について説明してもらいました。その際に本やパンフレットを渡しました。あずきさん、3回目、小1男子。小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。保育園から小学校への引き継ぎに関して要望すれば、全市共通形式の資料を作ってもらえること。小学校入学対策で何かしましたか？保育園の先生から小学校への引き継ぎとして、吃音があること、かつてからかわれた経験があること、本人の吃音について理解のあるお友達を同じクラスにしてほしいことをお願いしました。また、新しく知り合う人や上級生からからかいなどがあったらどうするか本人と話し合いました。また、入学してからは、菊池先生のプリントを担任の先生にお渡ししました。みやさん、1回目、小3女子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。自分が思っているよりも、周りの理解があり、子供たちは説明すれば分かってくれるということ。初めは知識がなくて、吃音を真似する子もいるが、大人がちゃんと説明すれば意外に大丈夫。小学校入学対策で何かしましたか？入学前に管理職の教員に一度軽く吃音があることを説明し、入学後担任に説明した。他に私に何か伝えたいことがあればどうぞ。娘の吃音は1歳半頃から始まり、全く治る気配がないですが、喋ることが大好きで、どもらないように保育園の頃から自分で言葉を言い換えていました。友達と先生に恵まれ、吃音で本人が困難な状況になったことは今のところありませんが、親としては今後の進学に伴う受験、面接など不安が付きまといます。ねうねうさん、1回目、小3男子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。通級言葉の教室について調べることと、個別の教育支援計画と個別の指導計画について作られていない場合が多いので、入学する学校へ事前に政策のお願いをする。小学校入学対策で何かしましたか？校長先生へ吃音についてことともにお話しに行きました。そこであらかじめ準備した吃音についてのリーフレットをお渡しし、音読や掛け算を早く答えさせることや、日直や発表など様々な発話する場面で配慮を求めることがある旨お伝えしました。その際、合理的配慮についても説明しました。もももさん、1回目、小2男子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。話し方、吃音、気になる？と聞いてみたい。2年生になって自分から話し方、吃音を尋ねてきたため。小学校入学対策で何かしましたか？担任には吃音がありますと伝えてました。懇談などで毎日の様子など聞いてました。特に吃音。他に何か伝えたいことがあればどうぞ。指折りしながら名前を言うとどもらないというのを拝見して、我が子もやってみたらどもらなくて感動していました。言葉の教室の先生にも報告したいと言っていました。本も拝読しております。存在がありがたいです。これからも Twitter、YouTube、テレビなど配信お願いします。ニーナさん、1回目、小5で女子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。その頃は、吃音のある娘が心配で、娘が吃音が出るたびに、また出てると思っていたり、心で溜めていることを出し切れないことから、吃音が出てしまっていると思っていました。あれから5年経過して、言葉の教室の先生、
学校の担任の先生、優しい友達、同じ悩みを抱えるママたち、仲間に支えてもらい、楽しく過ごしています。幼少期から吃音の出方が変わったり、出ない言葉が変化していますが、大好きなミュージカルにも出会い、楽しんでます。小学校入学対策で何かしましたか？就学相談で個別相談をしました。ななこさん、5回目以上、小一男子、年長から小一になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉、間違えてないよと言いたい。幼稚園児、担任から、緊張したら顔が赤くなる友達がいるように、H 君は言葉の最初が出にくい時があるよ。最後まで一緒に聞こうね、とクラスの友達に吃音を話してもらった。入学後、担任の先生に吃音を持っていることをクラスの子供たちに話してくださいと言った。しかし先生から、意識を植え付けるようなことになるので、子供たちに話すのは控えたいと思いますと言われた。反対すればよかった。小学校入学対策で何かしましたか？就学前検診時に学校側に吃音を持っていることを話しました。幼少年連携時に幼稚園からも説明していただきました。入学後、担任の先生に子供が吃音を持っていることをクラスの子供たちに話してくださいとお願いしました。話することはなく、からかいなどが少しずつ増えた。子供と話し合い、5年生の4月の自己紹介で、自ら友達に吃音があることを話し、世界が広がっていったと思う。5、6年生の先生はとても理解のある先生でした。ねっこみさん、1回目、高3女子。年長から小1になるとき、過去の自分にかけてあげたい言葉。吃音に限らず不安に思うことは全部小学校に伝える。心配性な保護者と思われるかもしれない。などと思わない。むしろ学校にそう思ってもらい、手厚く目をかけてもらう。小学校入学対策で何かしましたか？しませんでした。後悔しています。